ここの場所と時間、その中で自分のスタンスというかフットワーク、どういう身のこなしを持っているのかっていう、その一つの基準になるのが作品であり物質である。で今回はこの台北のこの空間、この空間です。でそこからイメージが始まって、制作が始まるわけですね。僕のそのアートは、あまりこう細かく限定するということでは、もっとプリミティブなシンプルな世界観というか、その風景も含めてね、そういうところを見つめているような気がする。その時に自分の対象となるのが例えば物質、ものですね。でその身振りっていうのは非常に個人的な、私的な意識無意識の中でちょっとこう動くとか、こう意識無意識の中でこう身振り、まあ日本語で身振りって、あと仕草っつってもいいんだけどね。で例えばこの後ろにあるワイヤーロープの、壁にワイヤーロープをテンションさせて、それもそのただ視覚だけで目でこうデコラティブに飾りで置いてるんではなく、実はそこは非常にこうそのネジでテンションさせてグッと引っ張ってる。そうするとその引っ張ってる力、張力は目では見えないけど、実際そこに力は入ってるっていうことだよね。でドローイングに関してはむしろ、例えばトレーシングペーパーをこう折り曲げたりとか、折り紙のように、ね、三角に折ったり、それは非常にこう身振りとか仕草って先ほども言った、そういう中でこう直感というかひらめきでこう折って、でその上から鉛筆で線を引くとか、でそこにはやっぱり材料や素材の持ってる特性、まあ属性って言ってもいいけど、それと交換してるコミュニケーション、ものと私っていう関係をこう行ったり来たりしてる。圆口点字老师这一次在展览当中，他就是刻意用不同的形式，然后去表达这个物本身它有什么样子的动态。我们可以想象成，比方说是物的磁场，或是创造这个物的人，创造者的磁场。まあ、色彩も非常に抑制されてるわけだけども、僕の考えでは色も物質であると、まあ空気も物質である。でその自分の今現在、まあエネルギーというかね、生命、それが反応してる。で例えばここに4つの四角い筒状がの作品、このホールになってる四角い穴が開いてるっていうことが、内側と、まあ、それから外側、それの関係性というか両方の意味を含んでる。だからあまりこう限定的に追求するものではなくて、ラフというか自由な。